プロボクシングの IBF 世界バンタム級王座決定戦が2023年8月13日、日本時間、米メリーランドで行われ、元 IBF 同級王者エマヌエル・ロドリゲス、プエルトリコ、31、が同級3位メルビン・ロペス、ニカラグア、25、に判定勝ちし王座に返り咲いた。試合は序盤からロドリゲスが支配し、最終12回に3度のダウンを奪う完勝。 かつて保持していたベルトを4年ぶりに巻いた。ロドリゲスは負けた後もアクティブにジムに通い続けた。ロドリゲスは IBF 世界バンタム級王者時代の19年5月に WBA 同級王者だった井上直也。大橋、30、と対戦し2回に3度のダウンをキッシティ k o 負け。プロ初黒星だった。 再起戦となった20年12月の WBC 同級暫定王座決定戦でレーマートガバリオ、フィリピン、26、2対2の判定負けを喫しに連敗。その後、2連勝して IBF 王座決定戦の出場権を得た。米メディア、ボクシングジャンキー、ウェブ版によると、ロドリゲスは試合後、WBC 同級王者アレハンドロ・サンティアゴ、メキシコ、27、 との王座統一戦を熱望したという。サンティアゴは7月29日に世界5階級制覇のノニトドネアフィリピン40との王座決定戦に望み3対0の判定勝利を収めた。ロドリゲスは同メディアの取材に対して次はサンティアゴと対戦したい。サンティアゴは118ポンドバンタム級では誰も自分に勝てないと言っているけど私は彼が間違っていることを証明する。 と対戦を求めたという。ロドリゲスの地元プエルトリコメディア、プリメイラオーラ、ウェブ版は、マネージャーのファン・オレンゴ氏のコメントを紹介し、WBC 王者サンティアゴとの王座統一戦に言及した。オレンゴ氏は、マニー、ロドリゲスは負けた後もアクティブにジムに通い続けた。そして IBF、WBC をはじめとする各団体がマニーの資質を高く評価し続けた。 と語り、サンティアゴとの王座統一戦が近づいているとした。記事によると、ロドリゲスは、サンティアゴとの王座統一戦はビッグマッチで我々はそれを望んでいる。とし、サンティアゴはドネアを破って私を驚かせた。誰もそんなことは期待していなかった。彼はタフなファイターだが、私には彼を倒す資質が全て備わっている、と自信を覗かせたという。今回、 IBF 世界バンタム級の新王者が誕生したことで井上が返上した世界バンタム級の主要4団体の王者がすべて出揃った。WBA は実定の井上拓馬、大橋27が王座を獲得し、WBC はサンティアゴ、WBO はジェイソン・モロニー、オーストラリア32、IBF はロドリゲスがそれぞれ新王者となった。 モロニーとロドリゲスは共に井上直也に敗れている。